Just coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb break the sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. こんにちは、痩せるデブスガチューブの堀川です。はい、お世話になっております。今、運動終わった直後でちょっと息が上がってます。ここは菅原治療院です。ですね、今日は、久しぶりに外で運動してみました。最初にこう今日のテーマは止まる運動と動く運動をミックスしてやってみようっていうテーマでした。そこに登ってこのままキープしてるっていうのは、懸垂はちょっとしんどいかもしれないから、それならできるかもしれないと思ってちょっとやってみました。あれで正の部分ですね、止まる部分の運動は結構できてると思います。次、胴の運動のところですけど、手を広げてパンパンパンってやるやつと、あとその腿上げですよね、あれをやりました。で、腿上げはリングフィットから発想を受けてやってみました。結構その筋トレ器具を買おうかなとかも思ったんだけど、置く場所も結構取っちゃうし、まあ単純にそんならなんかうまいもんでも食ったり、子供になんか語りたいとかしたいんで、それやりました。で、そう、今日の朝の体重がびっくりしたんですよ。ちょっとブレちゃってますけど、昨日の体重は 107.4kg だったんですよ。そして今日の朝測った体重が105.4kg です。2kg 減です、1日で。昨日は晩ご飯ほとんど食べてません。ちょっと夜仕事もあったり用事があったりとかしたんで、夜ご飯はほとんど食べずにずっと作業してました。そして帰ってきてご飯が食べると、まあ腹は満たせるけど、あえてこのまま食べないで夜寝たら
朝どういう変化があるかなと思ってやってみて、そして結果、2キロ減ということでした。まあ、胃の中の内容物が完全にっていうか結構消化されていたと思うので、そういう効果もあると思うんですけど、その夜結局9時とかに帰ってきて食べてしまうとまた寝るまでに消化しきれないので、そういう風にしても全然 OK かなと思いました。よし、なんで今日はこういう運動をしようかと思ったかというとですね、有酸素運動と無酸素運動をやっぱりどっちも取り入れた方がいいらしいんですよ。自分で運動筋トレとかのメニューをほとんど考えたことないんで推測でやってるんですけど、最初に止まってキープしていた運動、あれはもう力が入るから息とか吸ってる場合余裕がないですね、そんなに。だからあれは無酸素運動になって筋肉がなんていうの、瞬間的にギュッて動いてキープするっていう力が働くと思います。だから、瞬発的な力っていう風になるのかもしれないですね。でその後のこう手を広げてやるやつと、もも上げですよね、あれは有酸素運動になりますよね。こうやって足上げたいなしながら息を吸ったり吐いたりするんで、だから基本的に何だろう、自重トレーニングでもああやってなんか力を入れてグッて固めるっていう時は無酸素運動で、動く運動は有酸素運動になるんだと思います。こうやってトレーニングをすることによって、僕は内臓脂肪も皮下脂肪もすごい多い人間なんで、どっちかと言ったら僕は男なので内臓脂肪の方が多いんじゃないかなっていう推測がつくんですけど、内臓脂肪は、つきやすくて取れやすいですね。でも内臓脂肪をずっとほったらかしにしておくと糖尿病とかなんかそういう生活習慣病って言われるものの原因になるっていう話なので、その辺をちょっと解消するためにも有酸素運動と無酸素運動を取り入れてるって感じです。おそらく明日は少しまた体重増えてると思います。今日の夜ご飯も食べる予定です。ちなみに今日のメニューは、朝ごはんは卵にして、ゆで卵を2個と、あと何食べたかな、あ、ウインナーを少しだけ食べました。娘の残したやつ1本の半分ぐらい。ウインナーっていうのは結構エネルギーを摂取する上でタンパク質があるので結構いいらしいんですけど、でもその場合やっぱり脂質と糖質も多いみたいなんで、いっぱい食べ過ぎないのは良くないらしいです。朝多分1本食べるぐらいだったら全然いいと思います。1本2本ぐらいで止めておくといいと思います。朝ごはんを摂取する上で日本人が不足しがちな栄養素っていうのがタンパク質になるみたいです。なのでタンパク質を結構多めに摂るっていうのを目標にしていけばいいんじゃないかなと思っています。そのために僕は豆乳ヨーグルトとかもあれも結構いいみたいです。タンパク質も結構取れるみたいですし、なんか豆乳ヨーグルトのパウダーみたいなのも買ってきたんですよね。あれもなんか使えるんじゃないかと思います。で、ちょっともう少し勉強したら自分で作れるプロテインみたいな、なんかプロテインバーみたいなのあるじゃないですか。あれも僕もともと料理が得意なんで、そういうのを開発できるんじゃないかなと思って、それもちょっと作ってみようと思います。もう自作の自分で食べるようなやつで、そんなのもまたできてら、お知らせするんで、またその時はよろしくお願いします。今日は菅原治療院のお店の前から、お話ししていました。ちょっと駐車場また混んでるんでこういう形になってます。はい、じゃあとりあえず暑い日が続くので皆さんも体調には気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。お疲れ様です。